東北大学教授平田康久先生より活力ある社会を作る適応自在 AI ロボット群プロジェクトについてご紹介いたします。平田先生、ご発表をお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。東北大学の平田と申します。本日は我々のムーンショットプロジェクトである活力ある社会を作る適応自在 AI ロボット群について説明をさせていただきます。はい、まず私が思い描く2050年の社会像を説明させていただきます。2050年の社会は日常の至るところにロボットが存在し、皆さんが当たり前のようにそれらのロボットを使う社会であるというふうに考えております。今でも街中では移動を用意するためのシェア自転車を多くの人が利用しております。またスキー場に行けば自分に合ったスキー道具をレンタルしてスキーを楽しむことができます。今後はロボットも日常生活の至るところで皆さんと共有して使うようになるというふうに考えております。一方で我々はシェア自転車やスキーの道具のような単なる道具として存在するロボットを開発したいわけではありません。我々が目指すロボットは使う場所や使う人の状態に合わせて適切な支援やサービスを提供する、すなわち人や環境に自在に適応する AI を活用したロボットになります。我々はこのようなロボットを適応自在 AI ロボットというふうに呼びたいと思います。我々が適応自在 AI ロボットを家庭内で使用するだけではなくて、商業施設や文化施設、観光地、スポーツ施設、介護施設、病院、保育施設などさまざまな場所で社会のインフラとして整備することを目指しております。そしてこれらの複数の適応自在 AI ロボット群、複数なので群というふうに呼ばせていただきますが、これらと共生する社会を実現します。これにより皆さんのやりたい、なりたいという思う気持ちを AI ロボットたちと一緒に育み実現して、すべての人が健やかに過ごす社会であるスマーターインクルーシブソサイティの実現を目指します。 AI ロボット群との新しい日常生活を実現するために我々は3つの研究項目を設定いたします。1つは人に適切な支援やサービスを提供するためにロボットがどのように振る舞うべきか、振る舞いをすべきかということを導き出す AI に関する研究です。2つ目は人に安全かつ適切な支援を提供するためのロボットハードウェアに関する研究です。そして3つ目はその AI とロボットハードウェアが相互に進化して日常生活で AI ロボット群を当たり前のように使えるようにする社会実装に関する研究です。本日はこれらの3つの研究項目を簡単に紹介をさせていただきます。まずロボットの振る舞いをどのように決定するかという人ロボット共進化 AI に関する研究です。本研究ではロボットによって過度な支援は提供せず、あくまで人が自ら行動することを促す AI ロボットの開発を目指します。そのために本プロジェクトでは自己効力感という概念に注目します。自己効力感とはある結果を生み出すために必要な行動をどの程度うまく行うことができるのかということを予測することであって、自分の行動に対する可能性の認知ということになります。自己効力感が低いと、どうせ自分はできない、自分が参加すると迷惑をかけるかもしれないというふうに思ってしまい、新しいことへの挑戦を躊躇してしまいます。一方で自己効力感が高いと、ある動作やある作業を自分でできるというふうに思いますので、さまざまなことに挑戦します。そこで本プロジェクトでは、ある動作や作業においてできるかも、やってみようという気持ちがどのように変化するのか、そのメカニズムを解明するとともに、自己効力感を向上させるために適切な目標設定や AI ロボット群の振る舞いや支援方法を自動的に生成することを目指していきます。従来このような自己効力感を向上させる研究はいくつか行われております。しかしながらその多くは限定された動作や作業に対して、ある短期間の人の観測と動作支援に応じて自己効力感を向上させるというようなものでした。一方で本プロジェクトでは、人生を共にする AI ロボット群がユーザーを見守ることを前提とすることで、長期的な観点からその人の自己効力感を向上させ、新しいことに挑戦するということを目指していきます。本プロジェクトでは特に熟練者に学ぶ自己効力感向上支援に注目します。例えばスポーツにおける熟練の指導者や、介護現場やリハビリテーションなどの熟練の療法士のアドバイスや支援は非常に有効となります。そこでそのような熟練者が行っていることを AI ロボットで実現することができれば、誰もが熟練者のコーチングや支援を受けることができるようになります。
さらに様々な場所に設置される AI ロボット群が継続的かつ途切れのない見守りを実現することができれば、熟練者でさえも気づかなかったその人に最も適切な支援やサービスを発見することも可能になるかもしれません。2つ目の研究項目は、人に安全かつ適切な支援を提供する適応自在 AI ロボットのハードウェア開発となります。我々が開発するロボットは様々な場所に設置され、年代や身体の状態を問わず多くの人に目的に応じた適切なサービスを提供するものです。そのためには1台の決まった形状のロボットでは十分な支援ができない場合があります。そこでユーザーの状態や環境、動作や作業の目的に合わせて形状や形態を変化させ、ユーザーの主体的な行動を違和感なく自然にアシストする適応自在 AI ロボットの開発を目指します。本プロジェクトではロボティックニンバスという新しいコンセプトを提案いたします。アニメのドラゴンボールでよく知られているキントーンというものがありますが、それは英語でフライングニンバスというふうに呼ばれています。ニンバスには地上に降りた神の周囲を取り巻く光の雲という意味や、人の身辺や物の周囲に漂っている雰囲気という意味があります。我々が提案するロボティックニンバスは雲のように様々な形に変形し、かつ人を優しく包み込みながらユーザーの主体的な行動を違和感なく自然にアシストすることを目指すというコンセプトを示しています。ロボティックニンバスというコンセプトで今後様々なロボットを開発したいと考えておりますが、まず最初に人や物を優しく包みしっかり支えるニンバスホルダー、普段着と変わらない軽さ、着心地で人の状態を読み取り、かつ動きや気持ちをそっとアシストするニンバスウェア、目的に応じて変化拡張する四肢、ニンバスリムを開発していこうと考えております。ニンバスホルダーによって人を優しくかつしっかり支えることで、上肢や下肢の運動拘束による安定した動作支援や下肢に障害がある方の歩行や起立の支援を目指していきます。ニンバスウェアはパワーアシストや複雑な作業や動作をガイドする支援に加えて、人の生体情報センシングに基づきウェア自体の着心地を制御することで人の緊張や不安を解消するということを目指します。さらにニンバスリムは第3、第4の腕や足を使って人の運動能力や作業能力を拡張することを目指します。現在日本ではSOCIETY 5.0 という未来社会の概念が提唱されております。これはサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合した社会を示しています。現在サイバー空間でのクラウドコンピューティング化は非常に進んでおります。本プロジェクトではフィジカル空間においても安心して安全に相互作用を行うことができるクラウド、すなわちロボティックニンバスを社会のインフラとすることを目指します。そしてSOCIETY 5.0 を超えた未来社会を創生します。最後に3つ目の研究項目では、AI とロボット、ハードウェアが相互に進化し、日常生活で当たり前のように AI ロボットを使えるようにする社会実装に関する研究を進めます。人や社会に受け入れられる AI ロボットになるためには、個人情報保護はもちろんのこと、倫理、法律の観点からも、ロボットはこうあった方がいいという社会のコンセンサスを得ることが重要です。また、すべての人が安心して使えるような適応自在 AI ロボットの安全評価基準も策定していく必要があります。さらに社会インフラとしてさまざまなところに AI ロボット群が設置されるということは、個人は常に同じ AI ロボットを使うわけではないということになります。そこでユーザーと AI ロボットの相互作用の経験を他の AI ロボットとも共有する技術を開発し、たとえ異なる形や機能を持つ AI ロボットであっても、自分のことをよく知っているいつもの AI ロボットであるというふうに使用者が認識できるということを目指します。これにより誰もがいつでもどこでも安心して AI ロボット群を使うことが当たり前となる社会を実現します。我々の2050年の最終目標は適応自在 AI ロボット群との共生により自己効力感が向上し、誰もが主体的に活躍できる社会の創生です。その実現に向けて、ここでは個人の自己効力感のレベルを定義し、そのレベルを一つずつ上げていくことを目指します。まず、起立や歩行、リーチングといった単独の動作を支援することから始め、それらの動作を組み合わせた特定のタスクを支援することを目指します。特定のタスクができるようになると、そこからその類似タスク、新タスクへの挑戦を支援することを目指し、最終的に皆さんが積極的に社会参加したいと思うようになり、
本プロジェクトのタイトルになっている活力ある社会の実現を目指します。最後に2030年の本プロジェクトのマイルストーンを説明させていただきます。我々が設定したマイルストーンは、特定の環境下で個々のユーザーに合わせて携帯機能が変化し、適切なサービスを提供する適応自在 AI ロボット群を開発すること、そしてこの AI ロボットを用いることで、誰もが日々の生活だけでなく、旅行、スポーツ等への意欲的に参加できる活力ある社会の原動力を創生できることを示すことです。このマイルストーンが実現できれば、適応自在 AI ロボット群は様々なフィールドで活躍することが可能になりますが、本プロジェクトでは特に介護現場での実証を通して、このマイルストーンの実現を目指していきます。その理由は、現在の日本の超高齢社会の様々な問題を解決したいというふうに思うからであります。例えば2019年では、特別養護老人ホームに入所したくてもできなかった人の数は約30万人おり、受け皿不足が指摘されております。2035年には約80万人の介護人材が不足するとの報告もありますし、2019年には約9万人が介護、看護を理由に退職しています。このような超高齢社会の課題に対して、ムーンショットとして未来に活用できる新しく画期的な解決策を提案するとともに、近い将来にも適用できる現実的な解決策の両方を提案するといった両輪を見据えた研究開発を進めてまいります。最後にこのプロジェクトの研究体制を示します。本日説明した3つの研究項目に基づき、多くの研究者、研究機関の方と協力してプロジェクトを進めていく予定です。我々の方でもウェブサイトをオープンしたばかりですので、ぜひ詳細をご覧ください。以上で発表終了いたします。ご清聴ありがとうございました。